んや。はい、こちらインタビューブースです。先ほど終了しました男子高校の駅伝、2区で区間賞を取りました鯖江高校の松田くんに来ていただいてます。おめでとうございます。ありがとうございます。本日のレースを振り返ってみてどうでしたか？イメージしていた通り、入りしっかり入って、中盤は少し押してしまいましたが、ラストしっかり上げることができたので良かったと思います。はい、今回のレースに向けて何か取り組んできたことがあれば教えてください。しっかり、一人でペースを作って走るということを、練習でも意識してやってきました。はい、不審越とかあると思いますが、今後の目標などがあれば教えていただきたいです。そうです。北信越でもしっかり自分の走りをして、チームに貢献して、宮古路ではやっぱり全国入賞というのをチームで狙っているのでそこにつなげられるような走りをしていきたいと思います。はい、応援してます。お疲れ様でした。ありがとうございました。